おはよう前橋から。皆さんおはようございます。11月12日、時刻は7時25分を回りました。ここからは前橋市本町2丁目にあります前橋シティ FM のスタジオから、おはよう前橋から、略しておはから、元気にお送りしていきます。改めましておはようございます、磯日彩香です。おはようございます、木村豊です。はい、今日は木村豊さんと木曜日元気にお送りしてまいります。よろしくお願いします。今日机の上がすんごいことになってますね。なんだよこれ。いただきます。もう食べてるし。ちょっとちょっと、うん、うまいね。すいません、朝ごはんは放送前にしてくださいね。ねえ、ダメなの？もう本番始まってますよ、たかし。うん、うまい。本番始まってますよ。え、いやだっていっぱいあるから食べていいやつでしょこれ。こら、今日はですね、ちゃんとあるオーディション、オーディションするんですよね、うん、はい、そうなんですよ。はい、今日私たちの目の前には、うんうん、もうたくさんのコンビニのスイーツ、お菓子、アイスが揃っているんですけど、うん、はい、これには訳があるんですよね。訳はないよ。訳がなかったら怖いです、こんなにあったら。伊勢さんが買ってこいって僕を脅すんで買ってきました、ね、全部。もうこの人嘘つきなんで、この人嘘つきなんで気をつけてください。今日はですね、はい、先週木曜日のテーマで、うん、コンビニで買えるスイーツ、お菓子、アイスのおすすめを皆さん教えてくださいっていうテーマでやりました、はい、皆さんからねたくさんメールをいただきまして、はい、私たち知らないようなものばかり溢れておりました、うん、なので2週にわたって、はい、今日はですね、うん、その皆さんから教えていただいたものの中から、うん、5つ選ばせていただきまして、はい、豊さんが、うん、私もね、まあ1個なんですけど、うん、買ってきてくれました豊さんが、はいはいはい、それをリスナーの皆さんに事前にですね、うん、どれを私たち1位に選ぶかを予想して、はい、もうメールをいただいております、はい、今からでも OK ですので、うん、その予想が当たった方はですね、うん、なんとあの MWAVE ステッカーサイン入りでプレゼントしちゃいます。で抽選ってことでしょ。そうです。で1名ってことね、もらえるのは。うん、まあそこは、まあ、当たった人全員じゃないよね。それはちょっと人数にもよるかな。人数にもよる。そう、曖昧なんだよそこ。それはちょっと曖昧にする。そか、うん、とりあえず今から言う5つの中から、はい、どれが1位になるのか当ててください。はい、豊さん1つ教えてください。はい、A から E まで言います、はい、で A が、セブンイレブンのプレミアムチーズ蒸しケーキサンド北海道産チーズ。うん。これ全部言った方がいい？はい。B がローソンのうちカフェタピオカいちごミルク果肉入り。C がセブンイレブンの明太チーズもんじゃ。D がファミリーマートのプリンなチーズケーキ。E がセブンイレブンの、しましまうまうまバーアイスですね。僕のツイッターに画像全部上げてありますんで、もしよかったら見てください。おー！できる男ですね。はい。MWAVE のホームページにも記載はされてます。はい。記載してますので。うん。それもチェックしていただけたらなと思います、はい、さあこの中で私たち初めて食べます、はい、どれを1位にするのか当てて、ぜひステッカーさん入りプレゼント狙ってください。それでは今日も楽しく放送していきましょう。木曜日です、いってらっしゃい。7時44分です。おはようすみやさんのコーナー、このコーナーは前回の振り返りコーナーとなっています。昨日は11月11日だったので1が4つの人、あずにゃんの誕生日で、それなんですけど、何何何何、誰ですかあずにゃんって。中野あずささんに決まって、何言ってるの。友達ですか。何言ってんすか逆に。元カノとかの。いや違う違う、何言ってんの。だとしたらちょっと気持ち悪いですよ。軽音のキャラクターの中野あずささんのお誕生日じゃないですか。あずにゃんですよ。何言ってるんですかあなたは。黒い髪の毛のツインテールの。おー、うん、
で、あれなんですけど。おい、そういうのは、身内で話してもらっていいですか。身内、あ、そうね。びっくりしてよ。堂々と自分で、ね、彼女の誕生日言ってるのかと思っちゃったみたいな。いやいや、アズミなんて言わねえだろ。自分の彼女仮にいて、それ人の二生がさ、うちのアズニャンがさ、っていうやべえやつだろ。鳥肌だ、ね、誰だよ、それ、つってさ。確かに。昨日は11月11日でいろんな日だったんですよね。はい、例えばベースの日だったり、はいはい、サッカー11人だからね、サッカーの日だったりとか、あとチーズの日、うん、もやしの日とか、うん、ポッキーの日。あ、そうだね。だったけど、うん、昨日はね、麺の日だったので、はい、麺で行きました。麺ね。では、すみやさんのメールいきます。はい、おはようございます。麺、いろいろな麺を食べましたが、ラーメンではさっぱり系の喜多方か佐野ラーメンが好みです。新しく開店したお店に行ってもこってりギトギト系が多く、ちょっと合わないんです。新潟のラーメン屋でネギが丼に入っておいあって入れ放題というので探していきましたが、背脂がたっぷり入っていて食べられなかったんです。博多の豚骨は麺が細く香りも強くてダメ。沖縄のソーキそばはスープがちょっとイマイチだったんです。スミヤっていただきました。はい、まあ、さっぱり系が好きということでね。スミヤさん、意外とちょっとラーメンは合わないタイプなんですね。まあ、とか最近のその、まあ、最近というかこう10年20年ぐらいの流行りがさ、ちょっと割とこってりしてるやつじゃん。そうですね。だからじゃない、多いんじゃないで、新しく出店してくるってなるとやっぱちょっとそっち、二郎系みたいなのが二郎系多かったりするのかなっていう気がする、うんうん、最近ちょっと家系がまた増えてきたかなって気がしますけど、ね、え、待って、二郎系と家系って一緒じゃないんですか。何、わかんない、私食べないから。これもそっか、これもアズニャみたいなことか。食べないんだね。身内で喋ってると思います。身内で喋るって感じですね。わかりました。はい、さあ、というわけで期待、うん、昨日皆さん麺多分食べたと思います。はい、私もね、うん、食べましたよ。うん、さあ、はい、以上、おはようすみやさんのコーナーでした。はい、ありがとうございました。7時48分です。おはよう前橋からお送りしております。この時間の担当はあーちゃんこと磯日彩香と木村玉です。どうぞよろしくお願いします。さあ、今日のテーマはフリーテーマでいいんですよね。はい、今日はフリーテーマでいきましょう。なので、まあ、自由にお送りしていくんですけど、うん、その中で一個企画として、うん、はい、あることをやりますので説明お願いします。はい、先週ですね、おすすめのスイーツを皆さんに教えていただいてですね、で、まあ、いろんなスイーツが出てきたので、まあ、その中から我々がですね、5品選びまして、でそれを今日実際買ってきたので、食べてみてどれが一番好みかどうかっていうのをですね、決めたいと思います。はい、でそれが決まって、まあ、A から E まで今出してるんですけど、それを皆さんにですね、当てていただこうと予想していただいてですね、うん、でそれ当たった人にはステッカーをプレゼントしましょうよという企画を今やっております。いいですね。はい、でそのステッカーも1名に当たるのか、当たっ人に全員に当て、送るのかっていうのはまだ決まってないそうなので。そうですね。人数によります、ね。人数によるらしいので。これは。というわけで、はい、今一応 A から E で私たちが食べたことがないものに、そうね。ちょっとしてみました。はい、では、A はですね、こちらです。セブンイレブンのプレミアムチーズ蒸しケーキサンド、北海道産チーズ。はい。B が、ローソンうちカフェタピオカいちごミルク果肉入り。C が、セブンイレブンの明太チーズもんじゃ。これがお菓子なんですけど、ベビースターラーメンをこうギュッと固めたものです。D がファミリーマートのプリンなチーズケーキ。そして E がセブンイレブンの森永しましまうまうまバーというアイスクリームになっています。これね、画像を知りたい方は、ツイッターとかで、木村豊って調べると、豊さんのツイッターが出てきます。そこにね、画像が載っていますし、M ウェーブにも、A から E の載ってますので、チェックしていただいてメール送ってください。はい、うん、では、この時間、あと4分ありますので、うん、1個食べれたら食べちゃいましょう。どうぞ。では、A のセブンイレブンプレミアムチーズ蒸しケーキサンド、うん、北海道産チーズ。はい。こちらをいただきたいと思います。はい、これ、ワンハンドで食べれるのが、ポイントみたいですね。うん、ね。
アリオンさんが送ってくれたやつでしたっけね。確かそうです ね、タカさん、はい、はい、どうぞ。あ、いいよ食べて。え、そうなの、うん、ちょっと今走ったんで。そうだね。呼吸が整わない、さっきからずっと。あの、走った理由はちょっと後半にお伝えしましょう。いろいろ番外編でね。めちゃめちゃさっき走った、ダッシュしちゃった。ちょっと全集中の呼吸してるんで、じゃあ、食べててください。決めて。呼吸を整えておきますので。どんな、すごい、どんな、あ、はいはい。ケーキみたいなチーズケーキですね。はい、あ、チーズが中に入ってるんですね。うん、はい。なんて言ったらいいんですかね、うん、ハンバーガーみたいな形状ね、に中にチーズが入ってて挟んであるってやつね。そう、はい、でふわ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 なんですね。いただきます、はい、音が出ないからちょっとシュールですけど。あ、濃厚。あ、本当にすっごい美味しい。あ、美味しい。チーズが、あ、何、ど、うん、何一発目からちょっと来ちゃったかも。何が大好き。あら、あら、これヒントになりますね。あの生地がね、うん、柔らかい。ああ、もうふわふわなやつ。そう、うんうんうん、ふわふわなんだけど、うん、ちゃんと生地もしっとりしてるから、うん、食べ応えもあって、うん、中のチーズが、うん、癖はないんだよ。私チーズ嫌いじゃないですか、うん、苦手だけど、うん、癖はないんですけど、うん、ちゃんとチーズって感じもする。うん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 、おいしい。うまい。ああ、そう、チーズケーキみたい。チーズケーキなのか。そう、もしチーズケーキだから。そうかそうか。最初食べた時はチーズパンのような味がするんだけど、うん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 、ちょっと1秒2秒経つと、うん、チーズケーキってなる。あー、なんかチーズパンからチーズケーキに変わるような、ちょうどその間をこう、うん、両方いいとこ取りしてるような。うまく。あー、うわ、これアリオンさんいいの見つけてきましたよね。うんうんうん、ちょっと今これ暫定1位です。いやいや、そりゃそうだろ、1個しか食ってないんだからそれは暫定1位でしょ、どう考えても確かに確かに。でもなかなかの高評価ですね、いきなり。うん、美味しい。たかし、ちょっと B の、B 行っちゃいましょう。いや、行かないけど。行かない。全部行ってください。私が行っちゃっていいんですか？全部食わなくていいんだよ、だから。半分食って次行けよ。なんで1個全部食おうとしてんの、お前はさ。もう俺に一かけらもくれる気がないよね。もうすごい美味しいよ。すごいですよね。あの、一回メール送って予想した方も、私のこの感想を聞いて。それさ、なんそしたらさ、いや、実は最初に送ったやつなんですよ、実はってなったらさ。それはもう考えていいですよ。1つ目を破棄にしますよ、そしたらその方の。はするので。それ調べるの大変だな。不正が行われない、大丈夫言ってくる人いるかもよ。ちゃんと票を取り、ちゃんと確認しろっつって。で、誰がバイデン誰がバイデンじゃん。バイデンじゃん。トランプ。トランプさんだ、間違っちゃった。逆でした。はい。はい。じゃあ次の時間で B と C 行って、うん、その次で D と E とか行けたらいいな。まあ、全部行ってください、なんとかして。なんとかして行きますよ、はい。他にもちょっと今日は番外編用意してますので楽しみにしていてください。はいはい、では、まあ、こんな形なので皆さん予想送って。予想ね。で、予想とか、まあ、興味ないよって人はフリーテーマでなんか好きなメール送ってください。そうだね。うん、送っていただけたら。別にソフィが何気に入ろうが知ったこっちゃないよっていう人は、適当にね。こんなことありましたっていうのね。確かに確かに、はい。予想だけでもいいんでしょ、だから今日は。うん、そう。もうズバリ A だと思いますみたいなメールだけでもいいってことですね。そう、はい。何か知らないけど D だと思いますって送っても OK ですし。そうね、OK。とりあえず A から E、何か書いて送ってくれればそれはそれで成立するってことで、ね。あ、もう OK です、はい。はい。他もフリーテーマお待ちしております。はい、ではまた8時台でお会いしましょう。8時20分を回っています。おはよう前橋からお送りしております。この時間の担当はあーちゃんこと磯日彩香と木村彩香です。どうぞよろしくお願いしま す。さあ今日はですね、ある企画をやっております。彩香氏、説明お願い。はい、先週ですね、皆様から教えていただいたコンビニスイーツ、まあ、お菓子ですね、我々が5品ピックアップしましてですね、それを今日実際食べてみてどれが一番好きかっていうのを決めようかなと思っております。はいはい、で今5品出てて、うん、さっきの放送で A の、うん、何でしたっけ、プレミアムチーズ蒸しケーキですね、セブンイレブンの、そうだ、ワンハンドのね、はい、これを予想したリスナーさんは、うん、赤城山大噴火さん、はい、であと角谷さんも A と予想しております、うん、
富岡ナリオンさんも A ということで、はい、紹介者だね。そう、富岡ナリオンさんは紹介者、うん、お手頃価格にお手頃サイズで美味しく小腹を満たせるとこが実に美味しい一品です、うん、サイン入りステッカーゲットだぜってなりたーいと、はい、言われております、うん、そうなんです、当たった方には、うん、サイン入りのねステッカーをプレゼントということで、うん、では続いて B 行きましょう。豊さん B お願いします。 B はローソンうちカフェタピオカいちごミルク果肉入り。あ、タピオカ何ジュースみたいな、何それ。そう、タピオカミルクいちごミルクか。ローソンはうちカフェってなってるでしょ。で、いちごミルクの中にタピオカ、はい、あといちごの果肉が多分入ってるんでしょうね、うん、これは高崎のパパさんがおすすめしてくださった、うん、なんかベリーがさ、うん、種類が何種類か入ってるっていう話だったんだよね。そう、3種類1個だけじゃなくてね、うん、じゃあちょっと今開けますんで、はい、ベビータッピ、はい、いただきます、はい、あ、すごい、どうです、タピオカと、うん、果肉が、うん、本当にちゃんと入ってる、同時に来る、同時に一瞬飲んだだけで同時に来ます、うん、あら、その汁の汁っつうかの味は、まあ、いちごミルクは、うん、なんて言ったらいいんだろう、濃厚というよりかはストレート、うん、あんまじゃあそんなにこうなんつうのくどくない感じなの、うん、くどくないくどくない、うんうんうん、すっきり入ってくる感じ、はいはいはい、いちごミルク、うん、なんかいちごの、うん、シロップが強い感じかな、うんうんうん、牛乳というよりかは、はいはいはい、でタピオカが、うん、柔らかい、おお、うん、ゼリーみたい、うーん、ちょっとタピオカ俺食べたことない、飲んだことない、あ、タピオカもちもちしてるけど、はい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 、それよりはなんかゼリーみたいな食感、ほう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 、それと同時にいちごの果肉がちゃんと入ってくる、うん、小豊さんと一緒にね飲むことはできないか、いいよ、じゃあちょうだいほら、ちょっと出さないでもらえます？ちょっと汚れてない？うん、やめてよ、ね。出ちゃったかもしれない。そういうのはちょっと汚いからやだな。出てないよ。でも高崎のパパさんが、はい、うん、やっぱ目が覚めるような酸味のベリーが強烈にその存在を主張していますということで、うん、本当にねベリーのその酸味といちごミルクの甘さで、うん、そのくどくないっていうか。ああ、じゃあちょっとした時にガッと飲めちゃう感じ？そう。さっぱり。あ、いいね、飲める。あ、これ多分男性諸君いけますよ。多分甘いのが苦手な方も、うんうんうん、美味しかったです。ありがとうございます。はい、ます高崎のパパさん、B ですね、はい。ちなみにこの B 予想した人は、ゴルゴ38さんと、うん、もちろん高崎のパパさんが、はい、はいはい、選んでおります。ね、やっぱね。はい、やっぱ押してきますね。はい、ゴルゴ38さん、ちょっとメールいただいております。はい、ちょっと前に古いと思いますが、自宅用のゲーム機でテトリスを久しぶりにやったのですが、あまりにも久しぶりすぎて感覚が戻りませんでした。しかしゲームをやりだしたら止まらなくて、ずっとやってる人もいると聞いていますので、なるべく長時間しないように心がけていますと、うん、テトリス、うん、あったね。俺すごい上手だったよ。あ、そうなんですか。ああいうゲーム、テトリスって分かって、それ全然分かってないわ。テトリスとか、うん、ぷよぷよとか、ああいう、ああいう系のゲームは割と俺上手だったな。今だって e スポーツみたいなすごい流行ってますもんね。いや本当にね、まさかゲームがさ、うん、そんな金を稼げるツールになるってさ誰も思ってなかったよね。じゃあ続いていきましょう、はい、続いてはエントリーナンバー C ですね、はい、C は何でしょう。明太チーズもんじゃ私最初これ送られてきた時に、うん、もんじゃ焼きがコンビニに売ってるのって思ったんですけど、はい、違ったんですね。これは何、ベビースターの固めたやつみたいな、うん、うん、ベビースターラーメンをギュッとこう丸く固めたもの、うん、の明太チーズもんじゃ味ってこと。そういうことです、はいはいはい、じゃあぜひこれ豊さん食べていただきましょう。私も一緒に食べますよ、はい、じゃあちょっと開けますね、うん、あ、はいはいはい、酒のつまみだろこんなのいいですか、いただいてありがとうございます。どうです、うん、やばい、何、ビール持ってきて、ちょっとタピオカで一回流してやだ、それはちょっとやだ、一回合わない合わない合わない、うん、うわこれやっぱりおすすめする人だけあるわ、うん、太っちょ塾講師さん、 うんうんうん、あれ待って、これ止まらない、手が止まらない取れない、もう忙しい、うん、美味しいですね。今日はちょっと甘いものが多かったんで、相手にこういうのが挟まってくると、うん、それな、うん、そうですね、うん、甘いものの中に一つしょっぱいのがあるだけで、うん、あれじゃないですか、なんか全然違うけどね、ただ、うん、
なんでこのなんていうのかなラインナップの中に食い込んできたのかな。これね、磯下さんがどうしても入れろって言ってね、折れなかったんですよね。いやそれ近くね、うん、みたいなさ、もっとこうスイーツで固めればいいんじゃねえの、うん、っていう相談をしたんですけど、はい、磯下さんが、ね、いやこれは入れろっていう、うん、これヒントになるかどうかわかんないですけどね。まあね、めっちゃ美味しい、うん、でさらにヒントになるかわかんないですけど、これに票は入ってません。そうちなみにリスナーさんの票0票です。太っちょさん、なんで誰も予想してないの。そうみんな全部票入ってるのに、C の太っちょさんの明太チーズもんじゃなくて0票なんです、うんうん、それは違うだろうって絶対選ばねえって思われてるってこと。いや美味しいのよ、美味しいけど、めっちゃ美味しいよ これ。このラインナップから考えると違うってことです、ね、うん、あ多分もしかするとあと俺が先週そのなんでこういう企画をやったかみたいなのをね、うん、ツイートした時に、うん、朝割とこう糖分を必要としてるんだと、うん、放送中に頭使うから、うん、目も覚めないしって、うん、だ結構甘いものを食べることが多いので、まあそういう意味で皆さんにおすすめは聞きたかったんですよねみたいなことを書いたから、もしかするとそこで、うん、こうなんつうの甘いものの方がいいのかみたいなさ。なるほどね、あったかもしれないよね。いやわかんないよ、今日はもしかするとこのしょっぱいのが、うん、来ちゃうかもしれない。あ逆にね、ちょっとまあ確かに今のこのラインナップの中で食べてこれが入ってくると際立つ、うん、際立つよね、うん、味がすごい際立つ、うんうん、なんかロングの子がいてその中にショートがの子がいるだけで際立つみたいな、そういう感じ。ちょっとよくわかんないけど。まあちょっと次行こう。C の明太チーズもんじゃめちゃくちゃ美味しかったです、はい、辛さは抜群、うん、じゃ続いて D です、どうぞ、はい、D はファミリーマートのプリンなチーズケーキ。来たー、これすごい楽しみにしていて、あの予想してるのがキングヤスさんなんですけど、うん、先週の放送を聞いて気になって食べてみました、うん、とっても美味しかったと言っております、うん、ひーくんさんも1位は D かなとか、うん、ええとママちゃんも、うん、私だったらこれと思うプリンなチーズケーキが絶対1位だよと、うん、ちなみに C をやってくれた太っちょ塾講師さんも D と言っています。なんでだよ。でプリンなチーズケーキなんですけど、はい、徳さん見た目とね、見た目はもう完全にプリンの形ですよ、うん、でもなんかふわふわしてる感じね、うん、本当にあの下がキャラメルじゃなくて上がキャラメルになってて、はい、台形型ですよね、うん、になってて本当見た目プリンなんですけど、これがチーズケーキなんでしょ、うん、ちょっと食べましょう、うん、どうぞ。これね、あのあいいよ食べて、うん、これ買いに私が買ってきたんですけど全部ね、あの私明太チーズもんじゃ買ったよ、何度も言いますけど私がまあ基本的には全部買ってきたんですよ、ね、磯下さんの命を受けコンビニ3店を回るというね、3、ね、はい、ちょっともう1分しないか、そうか、じゃあ食べな。ねえねえ、ずっしりしてるよ、はい、大丈夫です、私持ったんで買うときに。あ、チーズケーキだ、プリンじゃない、はい、どうです、何これ、いやプリンなチーズケーキです。ああもうダメだ、やられた、あーなんかずり落ちる感じ、それちょっとヒントになっちゃいませんか。もう、うん、なんでです、これコンビニのスイーツですかっていうレベルです。なプリンの味はすんの、ちゃんとプリンの味がほんの、あ、すごいしてきた、3秒後にしてきた、なんだろう、チーズケーキとプリンのコラボなんだけど、なんて言ったらいいんでしょう、もう生地がとにかくすごい柔らかい、しっとり、濃厚、この3点が全部入ってる。でちゃんと上のキャラメルのところも、うん、あのいい具合の味の濃さで、やばい、これは15秒じゃ伝えきれない、伝えきれない、じゃあちょっと次に引っ張りたいと思いますんで、はい、ごめんなさい、皆さん予想してください、はい、あの直してメール送ってくるのもありですから、はい、ぜひお願いします、はい、ちょっとチーズなプリンケーキ美味しい。47分を回ろうとしています。おはよう前橋からお送りしております。担当はあーちゃんこと磯日彩香と村井隆です。どうぞよろしくお願いしま す, しますさあ今日はですね、メールのテーマというよりかある企画をやってまして、先週皆さんからコンビニのおすすめスイーツを教えていただきましたね。その中で、まあ、私たちが5つ選んで、食べたことないものを5つ選んで、どれが一番美味しいのかを今実食中でして4品まで食べ終わりましたね、うん、はい、どれも接戦で皆さんもね予想してもらって投票していただきました、うん、で当たった方には抽選で、うんうん、
私たちのサイン入りステッカーをプレゼントということで、うん、ですね、うん、で今何食べてんの？アイス。ちょっと熱くなってきちゃった。もう早速最後の食べてるじゃないですか。やってて。嘘でしょ。食べてるから俺。やってて一人で。待てって言ったじゃん。犬じゃねえんだからさ。待てないよ俺。待てねえのかよって。本当だよ。犬じゃねえんだから待てよって。本当待て。うん、じゃあ ABCD 最後 E です。はい、E の商品は、これはセブンイレブン限定森永のしましまうまうまバー、うん、どう食べて、あのアイスうまい、え、うまい美味しいです。え、待って待って、チョコレートが、うん、パリパリしてますし美味しいですよ。全然ダメだ豊さん、うん、あのね、これね、指原莉乃さんが美味しすぎるので、うん、販売停止してくれないと逆にもう無理とツイートしたことによって話題になってたものですって。そうなの？酒太郎さんもね、うん、スイーツ投票は E のしましまうまうまバーです、うん、なぜかというと、うん、あのムーちゃんカフェのオーナーが、うん、確かうまいと言っていたから。何しろムー帝国は勢力拡大中、逆らえないんです、うん、言っております。酒ちゃんもいいと。そうか。あとトゥーパップさんも、うん、いいじゃないでしょうかって。ほうほうほう。あーちゃんアイス好きだからっていう単純な理由ですけど。わ、すごい、本当だ、アイスがチョコでしましまになってる。チョコパリパリ、うん、おいしい。バニラとチョコレートのバランスバッチリじゃないですか、割合。チョコ好きにはいいかなって気がしますけど、うん、チョコがチョコじゃなくて板チョコみたいなパリパリ感があって、ああ最高に美味しい。あら確かにこれサッシーさんが言うように、うん、販売中止にしてくださいっていうぐらい、だから止められないかも。本当？うん、おいしい。あ、落ちた。ちょっと。これチョコレート漬けにはたまりませんな。うん。もうちょっと今日甘いもん食いすぎてさ、口の中バカになっちゃう。ほら、ふとっちょさんのおすすめのチーズもんじゃ食べてください。ずーっと甘い。うん、迷うな。どうしよう。うん。もう一回だからあれじゃない？さっきの D のプリンのケーキ食べとくうん。豊さんちょっと食べてみて。スプーン捨てちゃった嘘あるはい、あ、新しいので、うん、すみません。え、美味しかったですよ。ちょっといただいたんですけど、うん、さっき、うん、めっちゃ柔らかいのね、うん、なぜか D に戻るっていうね。いや、さっきちょっとさ、ケツの方でバッと喋っちゃったからさ、 あれだったかなと思って。もうね、入れた瞬間にプリンじゃないんだよ、もんだって。うんうんうん、チーズケーキ、うん、めっちゃ美味しくない？うん、あー、このカラメルの感じがプリン感があるってこと。あ、でも後味プリンだな。そうなんだよ、面白いんだよ。見た目はプリンじゃん最初に、うん、でスプーン刺すとチーズケーキなの、うん、で口の中に入れた瞬間チーズケーキなんだけど、最後がうん、プリン。そうなんだよ、なんか後からプリン追いかけてくるね。そうなんですよ、面白いんですよ、うん、うわー、これはちょっと接戦でございますが、はい、これね、決める前にですね、ちょっと、うん、番外編ということで。まだあんの？あの、全然番外編なんですけど、見て、はい、隣見て。もうなんか、食べてる人が、あれ、いたの？いたの？お嬢さん。おはよう。おはよう。のんちゃん。来ちゃった。のんちゃんもおはよう。おはよう、のんちゃん。皆さんもおはよう。ねえ、面白いんだけど。何しれっといるわけ？え？だって。呼んでないよ、俺。そう。私、呼ばれたんかと思って来ちゃったんですけど。スイーツ持参でね、はい、ちゃんと持参しましたよのんちゃん今日来た理由あるんですよね、先週。そうそう、ありますあります。先週もこのテーマだっていうから、じゃあもう気になってるスイーツ私紹介しようと思って、はいはい、ローソンのうちカフェスペシャリティを持ってきましたよ、2商品。そう、のんちゃんが2つ商品紹介してて、はい、これを組み合わせたら最強なんじゃないかっていう、うん、そう、雲泡クリームのショートと、うん、あと北トロ芳醇スイートポテト、めっちゃ美味しそう。これをね、2つ合わせたらもうすごいことになるんじゃないかと思って、うん、今日持参しても探すの大変だったんだから、はい、そうでしょうねそれが人気ってことですよね。そしたら買ってこいって言うだけだから。言ってないよ、言ってない
ださいよ。我々下地ものものがさ、もう走りましたよ、いろんなコンビニの。言うわけないでしょ。ローソンに関してはプレミアムロールケーキすら売ってませんでした。そうでしょ。大ビビりましたよ。大変なんですから。でもすごいね、このスイートポテト。なんかもうチューブから出したような。そう、ちょっと棒状のスティック状のケーキみたいな感じで。舌がパイ生地ですかこれ。そうなの。え、でこれにこのそう、この雲泡クリームをね、乗せて食べたら、美味しいんじゃないかなって。で待って、この雲泡クリームってクリームじゃん。全部、そう、全部クリームで、中がスポンジが入ってて、クリームとスポンジのみ。へえ、なにこれ、美味しそう。というちょっとフルーツがいっぱい入ってるケーキが苦手なんですけど私。はいはい。だ、最高ですよ。これしかないんだから。え、で組み合わせたのを食べましょう。一緒に一緒に食べましょう。じゃあこのスイートポテトの上にクリームを乗せるんでしょ。はい、絶対美味しいじゃん。いただきます。いただきます。メダカちゃんハイタッチしよう。当たってねえじゃん。何やってんの。咀嚼音もないし、咀嚼音もなければハイタッチの音も音的に残念な感じになっちゃったけど。何やってるのよ。いやこれはやばい、やばいよ。いやもうちょっとやばいですね。ぜひ食べてほしい、豊さんにも。あのスイートポテトの濃厚さといったら、これ本当にコンビニっていう。ちょっとね、ペースト状なんですよ、うん、お芋が、うん、でそこにクリームが甘すぎないから、生クリーム苦手な人でも私は絶対これはいけると思います。確かに、うん、これ生クリームがすごい甘かったらスイートポテトの甘さでね、うん、ダメだけど、スイートポテトの甘さも残ってる。そう、でもクリームも甘い。わあ、このコラボすごいわ。最高だ。ちょっと A から E も、それ書き消しちゃダメよ。そうだよ。のんちゃん、のんちゃん、今から私たちこの中から決めるんですから。最後の印象強すぎて、いやーつって。じゃあ明太モードで F のつって違うやつ出しちゃう。こういう時はポッチョさんが出したね、この明太モンちゃん誰もいなかったんですよ、票が。好き入れてた、かわいそうと。でもね、誰よりも食べてる。楽しみだね。梅田さん、ありがとう。めちゃくちゃ美味しかったです。皆さんもぜひ手に取ってみてください。はい、これがローソンのうちカフェの新商品ですもんね。新商品です。まあ、のんちゃん今の教えていただきましたね、はい、これめちゃくちゃ美味しかった。大丈夫、 A から E のやつ覚えてる。覚えてるよ。 A とかも忘れてんじゃないの。忘れてるわけないよ。ないよ。てかさ、豊さんさ、机の上にあるさ、これ何、4つ。パンですよ、パン。パン。私これ頼んでないでしょ。チョコシフォンケーキ2個入り買ってきただけですよ、何か。ちょっと女の子乗ってない？乗ってますけど、え、何か変です。それさ、ツーパンプスさんも言ってるけどさ、20とのコラボ商品でしょ。そうだよ。何かシール入ってんだぜ。ステッカーか。ついに鬼滅から20の。20好きなんだ。いや、鬼滅も買ってますけど。はい、20っていう韓国のアイドルなんですけど、全日本人の9人グループのアイドルグループの子がいて、その子たちがトゥーパンプさんの話によると、コラボ商品ローソーさんとチョコレートシフォンケーキ、その中にステッカーが4種類入ってるみたいな。コンプリートしたぜ俺だから今。すごいね。あげないよ。そんなもの欲しそうな目で見ててもあげないよ。なんで20、私が教えたんですよ、高さんに。だからって、だからって俺がファンじゃないわけじゃないじゃない。ファンになっちゃいけないっていう理由もないじゃない。俺は40とか言ってたくらいですか。そんなこと言ったっけ。もう絶対やらねえからな、このシール。鬼滅のお目持ってっちゃったけど。あーさ、というわけで、あれなんですね、今日綿の大丈夫、息整ってます。ちょっとずっと疲れてます。そう、朝から今日朝一番でスイーツやるって言ってたんで、赤木団のスタッフさんがですね、スイーツを作って手作りで持ってきてくれて。そうなんです。あとで目崎さんにも渡しするんですけど。すごい、豊さん食べましたよね。食べた、美味しかった。美味しかったですよ、ね、で入り口朝開かないじゃん。はい、自動ドアが、ね、そう、だそこに置いてっちゃってさ、ドンドンってやってね、置いとくからっつって置いてっちゃったからさ、それ俺裏から回ってさ、放送時間中にダッシュで取りに行ったんだよね。ずっと息は、ずっと疲れてる、だから朝から走らされ。そう。でもそのチーズケーキ食べて、めっちゃうまいっつって。あ、チーズケーキだったんだ。そう。
いや女子力の高さが、うん、ありがとう。誰さんだか知らないけどみやこちゃん、みやこちゃんありがとう木村美味しくいただきましたよそれを。いや今日はたくさんいただきましたけど、はい、さ残りも1分半でございます。この中で A から E の中で決めていきましょう。決まる今日、はい、私はもう決めたよ。なんだね、楽しみ楽しみ、もう時間ないから、はい、結果は結果は D のプリンだ、チーズケーキいやこれは強かった、これ強い、ファミリーマート強い、セブンイレブンを超えてのですよ、強かったです。深谷から来ましたさんからご紹介いただきまして、はい、で今日皆さんから投票していただきました、うん、さあこの中からランダムで私は目をつぶって引きますから、うんうん、1人ステッカー、1人ね、あ1人になったね、どうですか社員の目崎さん、うん、1人1人にしましょう、わ、うん、かりました。では選びたいと思います、どれでしょうか、これあラジオネームひーくんさんです、はい、おめでとうございます。ひーくんさん当たりましたよ、サイン入りステッカープレゼントです、はい、じゃあ取りに来てください。厳しい、本当厳しい、送りますよ、ひーくんぜひあの住所を送っていただきたいなと思います、はい、お願いします、うん、あのひーくんさんに当たってよかったなと思うのは、うん、この方妻恋でキャベツの作業をずっとしてくださってた方だから、はい、これはうん、やっぱ、うん、神様見てるんです ね、はい、おめでとうございます。さあというわけで今日ありがとうございました。担当はあーちゃんと村田と目崎でした。バイバイ。